急なことやな。ナイスまっすぐ行った、まっすぐ行った。あれ木に当てた、高さが足んなかった、上に当たったの、はい、なんかフェアウェイっていうか打てるとこ広いからいいですよね、このコースは ね、はい、ね広いです。でもここも、うん、ティーショットを右に置いたら、あー多分狙えないと。さすがっす、はい、コース知らないとか右に打ったから木にぶつけてる人がいるってわけですね。そうですね。あれは乗りそうだった。うん。おおよ。今は綺麗に入った気がする。うん、超えた、超えた。はい、抜けました。抜けた、はい、え、どこ行ったのじゃあ。木当たって上に跳ねましたね。あっち行ったの、はい、木に当たっていい方向にやってきました。うわかっこつけた。そうやってる。どや。タイガーさんそんなポーズ撮りましたっけ？おお。ナイス。これ相性いいっすよね、このクラブね。めちゃめちゃいいですよね。はい、ちゃんと球押せるんで、うん、押してますよね。 S で56ぐらい、うん、めちゃめちゃいい。 L は使うんですか？ L 使ってますね、60度。うん、バーディー、ナイスバーディー、ナイスワンナップ、ワンナップ、ワンナップナイスイン。パー？はい。ナイスパー。はい、8番ホールです。166ヤードを、何番で打ちますか？ 7 番？ 8 番？ 8 番？ 8番。はい。は高くまっすぐ上げて、ワンピン右ちょっと奥、30センチ奥、うん、いや本当にいいこのアイアン。おお、ナイスボール。まあ、来た。ナイスバーディー。ナイスベントレー。マジだ。読みづらかったこのライン。ウッド類は思ったより飛ばないけど。調子はいい、はい、そうですね、ヒット類アイアンも、でも当たればそんな変わんない、うん、どうですか、うん、合ってきました、なんかね、はい、気分転換に良かったのかね、全部クラブ変えるっていうのが、めちゃめちゃいいです。
です、ね、本当にありがたいそういうこともあるんだね。なんか一本ずつ買えるんだったら全部買えろよみたいな。そうですね。でも、ね、なんか結構優しいんでクラブ、うん、全体的に、うん、だから私の今のスイングだと、うん、結構触れてなかったりするん で、うん、でその分優しいクラブだとちゃんと捕まったり、うん、それもいやそんなに触れてないからあれですけど、うん、この筋めちゃめちゃいいですごいもう合ってきた、うん、しっくりきてる、はい、片方向がいくどうも。ごめんなさい。うん、だいぶ左に来ました。これは狙わないでしょう。さすがのスミ選手も、操作性のスミ選手もさすがにこれは狙わないでしょう。まっすぐ行った、うん、当たって、あ、まあ、うん、右に、ナイスオンです。さあ、タイガー・ウッズ対ベントレー、奇跡の対決は今のところタイガー・ウッズがワンアップですけれども。ベントレスさんが追いつきそうですね。頑張ります。頑張りますね、はい、ま、ね、マッチだったらね、はい、いやでもクラブ全部総特化してもあんま変わんないんだっていうのがみんな分かって、なんかいい動画だなと僕は思うんだけどね、うん、そうです ね、でも結構最初はもうなんか結局自分から合わせにいってるんで、うん、結構だから難しいと思います一気にそういう場合はだって逆にこのベントレーのクラブを、うん、あのカイト君が使ったら多分大変なことになるんですよ。なるね、なるね。逆の方が良かったんじゃないの。いや私あれやばい打っちゃったすいません。バックスピンになろうと思って、ね、ああちょっと決めに行ったんですけどちょっと起きちゃった。またオーバーしたの、はい、うん、あゆちゃんパーじゃない。はい、ねえ、ナイスパー。いい戦いだね。